交通博物館、交通博物館、交通博物館、英語、トランスポーテーションミュージアムは2006年まで東京都千代田区神田世田町に置かれていた、交通の全般にわたって収集、展示を行う日本の博物館であ、秋葉原駅から徒歩3分、お茶の水駅から徒歩5分、神田駅から徒歩6分の場所に位置していた。 東日本旅客鉄道 JR 東日本が所有し財団法人交通文化振興財団に運営を委託していた2006年5月14日限りで閉館し後継施設として翌2007年10月14日に埼玉県埼玉市大宮区北区大成町に鉄道博物館が開館したただしこれは 鉄道部門に限定した収蔵品展示事業のみの後継であり運営する団体が異なるため調査研究活動の継承は行われておらず、交通博物館と鉄道博物館の連続性は一部においては保たていない。この施設には鉄道、船舶、自動車、航空機がフロア別に展示されていた。特に日本の鉄道黎明期に活躍した1号機関車150、 経営、重要文化財や初代一号五両者、重要文化財、徳川義徳陸軍大員が、日本初の飛行に使用したアンディファールマンキなどをはじめと、し、各分野の貴重な実物資料が多数、収蔵を展示されていた。また4階には、図書室があり、旧鉄道省や、旧日本国有鉄道などの資料を収蔵して、一般に公開し3階の映画ホールでは、 関連資料を中心に上映を行っていた。屋外にも、連携後機関車七千百系や全交合機関車千二百九十系など、共に鉄道記念物歴史的に意義のある鉄道車両が展示されていた。かつては、A 段線型も展示されていたが、九百八十六年、同社の所有者であった、旧帝都高速度交通 A 段、現、東京地下鉄、 株式会社東京メトロが東京都江戸川区に地下鉄博物館を開館したため地下鉄博物館に移設展示した。また1階には鉄道模型パノラマ運転場もあった。この運転場は自動運転ではなく毎回学芸員が語りと並行して手動で運転していた。なお走る車両の選定は学芸員の思考に左右されるため学芸員によって どんな列車が走るのかも楽しみの一つになっていたほか、BGM も学芸員が自作、編集した CD や MD を使用するなど、他の博物の模型のように自動化されている中、学芸員の手腕も見どころだった。システムは学芸員と日本信号の共同開発によるものである。また、自動列車停止装置、ATS を搭載していたため語りに集中するあまり、 一万一編成同士が接近しても追突する恐れはなかった。鉄道関係以外では、国鉄バス第1号車や富士重工業、スバル360、ベンツ三輪自動車のレプリカ、日本航空のボーイング747型機の客室内モックアップ、ターボプロップエンジンのカットモデルなど展示があった。また、食堂は151稽古玉を模したインテリアで、 カレーやお子様ランチを提供するほか、駅弁の販売もあった。1911年5月4日に、鉄道院総裁、後藤新平の提案で、内閣鉄道院に、鉄道博物館係が置かれて、1913年に、鉄道院総裁官房研究所に、統合設置が検討され、1921年10月14日に、鉄道開通50周年を記念して、 東京駅の神田駅より高架下,下に鉄道博物館の名称で開設された。だが、関東大震災で施設、収蔵品のほとんどを消失。一旦は同地に再建されたものの敷地が狭く新規の収蔵品展示が困難なため本格的な博物館施設の建設が計画され、1936年4月25日に、 九万世紀駅駅舎跡の敷地を利用した新館に移転された。当初は鉄道省、後に運輸通信省の直営であったが1946年1月25日から財団法人日本交通公社に委託されて名称を日本交通文化博物館と改め、1948年9月1日に交通博物館と再会称。 1971年からは、財団法人交通文化振興財団に運営が移管され、1987年の国鉄分割民営化後は、東日本旅客鉄道、JR 東日本に継承された。なお、運営は引き続き交通文化振興財団に委託された。しかし、道館は収蔵、展示品目の増加によって手狭になり、 また建物の老朽化も進んできていた。それに加え業務用も含めてエレベーターが一切なくバリアフリーに対応していないことなどから2006年5月14日火疑で閉館し70年にわたる慢世京での歴史に幕を閉じた。なお、閉館直前には旧慢世京駅跡,跡地の留置線に EF55 系電気機関車や寝台特急。 出雲の編成の一部分が期間限定で展示されていた。閉館後も研究者向けの写真やマイクロフィルムなどの資料の貸し出しや公開などは続けられていたが2007年、平成19年8月31日をもって、これらの業務も鉄道博物館とその運営母体東日本鉄道文財団に移管し、交通博物館は全ての対外業務を終了した。 鉄道関係の展示品、収蔵品と国鉄バスや鉄道連絡線など国鉄が運営していた鉄道以外、航空、船舶、自動車の展示品、収蔵品は鉄道博物館へ移管された。これは鉄道博物館がその趣旨の一つとして国鉄改革及び JR 東日本自体に関する資料を保存し調査研究を行うと規定しているためである。 一方、国鉄が運営していたもの以外の鉄道以外の展示品、収蔵品は、除マイナス1ジェットエンジン、ハマイナス45エンジン、ベンツ1号車、複製、神風号航空機模型、フォード1型自動車模型など、約50点が引き続き交通文化振興財団に運営委託されることになった、交通科学博物館へ移されたほか、 航空科学博物館など関連する博物館等へ引き取られた。関係各所から借用していた航空、船舶、自動車部門の展示品については原則としてそれぞれの所有者に返却された。対象となる展示品の中には戦後間もなくの新中軍の一部である極東アメリカより貸与されていた航空エンジン、フラットホイットニー r 1 8 3 0 あったが、これに関して、現在の担当部局を、アメリカ大使館に問い合わせたところ、極東アメリカ軍という組織辞が消滅しており、承継する組織もないので対応していたものは、寄付ということにして構わないという回答を得たという。極東アメリカ軍の対応物資については、韓国や中華民国においても類似があり、その事後処理に沿ったものと考えられる。2006年5月30日に、 BS 朝日で放送されたカーグラフィック TV では自動車紹介番組ながら閉館直前の館内を取材したことがあった。また、同年9月にフジテレビ系で放送されたドラマ電車男デラックス最後の聖戦では当時、閉館直後だった跡地を電車男ミュージアムとして仕立て上げ、ロケが行われた。閉館後、増設部などの一部の建物は展示品の搬出の ために取り壊され、屋外展示品は撤去されたが、交通文化振興財団は、当館の残務整理に加え、大梅鉄道公園の運営を受託していた関係で、閉館後も無償が引き続き存在したため、大梅鉄道公園にかかる契約が解消されて、財団に対する JR 東日本の影響力が、なくなった2009年、平成21年まで、 建物本体は搬出作業の際に一部分が削られた状態まま残されていた。契約解消後、2009年8月1日をもって、財団自体が JR 西日本に引き取られ、大阪弁天町の交通科学博物館内に移動した。財団が退去した後の2009年8月20日、建物の解体工事が開始され、同年10月2日には、 再開発計画が明らかとなり、2010年、平成22年3月25日に建物の概要が発表された。跡地には JR 東日本が建築士となって、地上20階、地下2階の環境配慮型賃貸オフィスビル、JR 神田万世橋ビルが建設され、2013年1月に竣工した。同ビルはオフィスのほか各種店舗2階には、 東京都認証の保育所、3階4階には、ダウン時機能を有したコンファレンス施設が入居する。またこれに合わせる形で、旧万世橋駅以降も整備し、高架下の商業施設や、駅舎あとの観光施設化を行い、2013年9月14日に、マーチエ級と神田万世橋として開業した。上記以外のもので著名とされるものについて記載する。 閉館後の2007年7月10日から9月9日まで、江戸東京博物館で大鉄道博覧会が開催された。ここでは写真や101系電車のドア装置など、交通博物館所蔵の資料も一部展示されたが、多くは JR 四国や交通科学博物館、個人像の資料が中心であった。過去の展示、200系、211系簡易シミュレーターよび205。 軽は実写映像を209系及びその近くにある211系は CG 映像を使用していた。また205系の映像は国鉄時代の1987年1月に雲モや143型の特別列車により影されたもので、ウグイスやスカイブルー車体の103系が見られるなど貴重なものであった。211系簡易シミュレータの映像は東海道線 富士山構図であった。閉館後は、大梅鉄道公園に移された211系、簡易シミュレータの他はいずれも、鉄道博物館に移設された。か、ほ他,他,他,他。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。